そうそう、今日は収録終わったがオフやで。コンパ？いやー、今夜はカジノの気分かな。清水さん、大変です。あー、悪い。マネージャー来てもうたわ。また後で電話する。なーに？今大事な電話してたとこなんやけど。すいません。実は緊急事態で、とにかくこれを見てください。あ、YouTube？ それがどうしたんだよ。清水翔太は成人君しぶってるけど毒舌。半グレとの付き合いもあるんやで。え、なんやねんこれ。この動画がアップされた直後から事務所にクレームの電話がひっきりなしに。何してくれてんねんこのジジイ。清水翔太さんは2008年にファーストシングル、ホームでメジャーデビューを果たし、その歌唱力の高さで多くのファンを虜にし続けているシンガーソングライター。現在ではご自身の YouTube チャンネルを立ち上げ、その気さくで飾らない人柄でさらなる注目を集めている清水さんなのですが、それはあくまでも表向きの顔。実は彼、プライベートでは相当なやんちゃ者だそうで。お姉さん可愛いね。俺と一緒に VIP ルームで飲まへん？え？ VIP ルーム？あ、もしかして清水翔太？いやー、私大ファンなんです。そうなんや、嬉しいな。ほな、向こうで一緒に楽しもうや。他にも人おるけど、かまへんやろ。はーい、喜んで。みんな、女の子連れてきたで。翔太の友達ってどんな人なのかな？ワンオクの高だったりして、清水くんと仲良しだって噂らしい。いやー、そんな人に囲まれてお酒飲めるなんて夢みたいだよ。おう、ご苦労さん。結構可愛いじゃん。せやろ？みんなで朝まで楽しもうで。え？誰？やばいよ！この人たち有名な半グレじゃん！清水さんには以前からあまり世間体の良くない方々との交友関係が噂されており、その中にはいわゆる半グレと呼ばれる人たちもいたとか。また、清水さんはそんな人たちとつるんで、お世辞にも清いとは言えないゲスすぎる女遊びを繰り返していたそうです。へえ、そんでビビって逃げ出してきたんか。そりゃ逃げますよ。あのままあそこにいたら何されてたかわかんないし。俺も噂で聞いただけやけど、あいつ相当女の子からの評判悪いからな。ある女の子の話じゃ、何も身につけてない女の子たちを目の前にずらっと並べて、M 字開脚させて、ケタケタ笑ってたらしいで。マジがっかり。翔太がそんなキモいやつだとは思わなかったよ。まあでも、さっさと逃げて正解やったで。あいつの連れの中には、ハングレよりもっとヤバい人間もおるからな。もっとヤバい人間って？清水さんには、その最低すぎる女性関係だけではなく、違法ギャンブルにハマっているという真っ黒な噂もあるようで。バンカーの勝利です。プレイヤー、タイにベットされたチップは回収させていただきます。なあ、また負けた。バカラが勝ちやすいなんて嘘ついたのはどこのどいつや。まあまあ、勝負事なんて時の運だよ。負けたが取り戻せばいいだけだって。矢内さん。すいません、つい熱くなってもて。彼は矢内勝則。その筋では悪名高い闇金業者の男です。彼は闇金だけではなく、投資詐欺などの犯罪行為でも多額の儲けを得ており、当然、清水さんもそのことを知りながら矢内氏との友人関係を続けていました。矢内さん、もう俺、財布がすっからかんです。あと少しだけ都合をつけてくださいよ。仕方ないな。俺と翔太が仲だし、つけでいいぜ。さすがは矢内さん、話わかる。その代わり、また女回してくれよ。そして、この矢内という人物こそが、清水さんを裏カジノに誘い込んだ元凶、いわばパトロンのようなものでした。清水さんは矢内氏が闇金や詐欺で稼いだお金を、そうと知っていて違法ギャンブルに注ぎ込んでいたのです。なお、暴露系 YouTuber のガーシーこと東谷義和氏は、そんな清水さんの交友関係に共通の知人を通じて、こう苦言を呈していたそうです。はぁ？俺に東谷が矢内さんとの付き合いをやめえって言ってた？ああ、お前は知らないかもしれないけどさ、あの人相当やばい人なんだって。もし週刊誌にでもこんなことがバレたら、お前のアーティスト生命にも支障が。あほっちゃう。俺かてそんなことくらい分かって付き合ってるわ。
つーか東谷何様やねん。大して俺と付き合いもないくせに偉そうなことほざくなよ。翔太、俺もガーシーさんもお前のこと心配して言ってんだぞ。そうかそうか、そんならお前から礼言うといてくれや。あ、ついでにこれも伝えといて。お前かて同じ詐欺師やろ。三流詐欺師のアドバイスなんかいりませんってな。清水がそんなことを。俺は矢内がほんまにヤバいやつやってわかってるから、清水と友達でもないのにわざわざ忠告したったんやぞ。はあ、おまけにガーシーの悪口で一曲作ったるわですって。あいつ自分が犯罪の片棒を担いでる自覚がないんすよ。せやろな、自分に金くれる人間なら相手が詐欺師やろうがヤクザやろうがどうでもええやろ。このままじゃ俺、翔太が取り返しがつかないところまで行っちゃいそうで、ガーシーさん、なんとかなりませんか？そうやな。よし、ほんなら、俺が一肌脱いだるわ。本当ですか？ありがとうございます。へっへっへ、動画のネタゲーっと。そして、時は2022年の3月31日のことでした。あ、そうそう、今日は収録終わったらオフやで。コンパ？いやー、今夜はカジノの気分かな。清水さん、大変です。あー、悪い。マネージャー来てもうたわ。また後で電話する。なーに？今、大事な電話してたとこなんやけど。すいません。実は、緊急事態で、とにかく、これを見てください。あ、YouTube？ それがどうしたんだよ。清水翔太は、成人君しぶってるけど、毒図。半グレとの付き合いもあるんやで。なんやねんこれ。この動画がアップされた直後から事務所にクレームの電話がひっきりなしに。何してくれてんねんこのジジイ。こうして清水さんはひた隠しにしてきた自身の悪事を暴露され、これまで築いてきた気さくで爽やかなイメージをぶち壊しにされ大炎上。現在のところ清水さんからの正式なコメントなどは出ていないようですが、それがかえって噂の信憑性を高めることにつながってしまっているようです。清水さん、ここは正式に否定コメントを出された方が。本当のことを否定しようがないやん。どうせ否定しちゃって矢内さんやハンクレンの仲間と写ってる写真出されたら終わりや。あかん、もうどうにもなれへん。あーん、最近ネット記事で清水翔太が悪い噂の記事をよく見るようになったのはそういう経緯があったからなんだな。もちろん東谷氏の言い分が全て正しいとは限りませんが、この暴露話が真実だとすると、やんちゃじゃ済まないレベルですからね。確かにな。今の時代、女癖の悪さだけでも十分炎上案件になり得るのに、反射と行為にしてるなんてなったかな。ちなみに、清水さんの女癖の悪さについてですが、東谷氏の発言によれば、清水さんが女性にとても口では言えないような行為をさせてる証拠の写真もあるそうです。ああ、もしそれを公表されでもしたら、清水翔太もいよいよ終わりだな。個人的には仕方ないというか、清水さんの自業自得だと思いますけどね。だって清水さんはその人物が詐欺師だと知ってて、自身のパトロンにしてたんですよ。詐欺に遭った被害者の気持ちを思うと、何かしらの罰を受けないと割に合わないのでは？確かにな。しかし、ガーシーもよく暴露なんてしようと思ったよな。清水翔太もパトロンの矢内って相当な悪なんだろ？いえ、おそらく報復の心配などはないと思いますよ。矢内氏は闇金をしていた頃に40から50億もの損害を出し、そのまま雲隠れ。現在は裏社会の賞金首になっているそうなので、一生表舞台に戻ってくることはないでしょう。マジか。だとすると、もう消されてる可能性もあるな。こりゃ、矢内と懇意にしてた清水にも、そのツケが回ってくる日が来るかも。